ういう話が出ますよね。当然これをしなかったら何しにしたの？ハービス・アンマットランジション。アンマバッカへの移行っていうのは今年みんな他人事だと思って、僕も他人事だと思ってるんですけど、コルト、みんな Mac に動作してインテル CPU から ARM に切り替えちゃうよって言ってますね。で、まあ今までそういう切り替えだったわけですよ。こうやってね、1994年ぐらいにモトローラの CPU からパワー PC に切り替えました。2006年にはパワー PC に行きつけてインテルに切り替えました。でも今回、インテルから、まあ、ARM というか、まあ、Apple Silicon に切り替えるって言ってますよね。まあ、理由としては一応インテル CPU 発熱やばい説、インテルの言う通りに作るととてもじゃないけど動かないよ、進歩しない説、2012年ぐらいから一切進歩、ほとんどなんか進歩、そんなに進歩がない、今値段も高いし、半導体のセルプロセスがリサイクルができなくてやばい、セキュリティ的に配慮がなくて散々突っ込まれてやばい、ありました。まあ、アップルは面と向かって言ってないけど、まあ、こういうことだろうなと思ってますよ。あんまりインテルの悪口を言いたがってない。で、まあ、この間iPad Air、iPad Air に積んだ A14 バイオニック。これがほぼこれかこれの高速バージョンを ARM Mac に積んでくんじゃねえのって言われて、A14Z とか X だっていう。わかんないけど。で、その5ナノメータープロセスで作られてて、速いよとか言ってたけど、まあ、5ナノメーターで作れば速くなるのっていう話については、ちょっと疑問関係ないですよね。だからその、電力効率としては良くなるよっていう話なのっていうふうに一応理解をしてます。ただ、5ナノメーター作ったから、すげえちっちゃくなるってことがないってことは、この間の、河野さんとの話の中でも、5ナノメーターってどこの部分を指してるんですか？結局のところ、配線は5ナノメーターでも、その配線と配線の間は締められないから、サイズ小さくなんねえよって話で。ブランドなので、で、まあ、そうは言うけど、で実際にそのインテル CPU ってまあ、コア量がコア2量になって、まあ、G4 も G4 で、その後にコア i3 や i5、i9、i7 で i9 っていうこういろんなのが書かれて、それをこう A14 アップルシリコンに切り替えるんだよね。右側がその切り替えってするんですね。で。やっぱり2つのグループ、このデスクトップからモバイル向けのグループとハイパーグループの2つに多分、まあ、分けるんだろうなとは思ってます。分けないとその要求が違うんで、ノート向けの CPU をその Mac Pro に100個積みましたとかやってもバカなのって話になっちゃうんで、まあ、そのままだと思います。で、差別化ポイントが多分そのクロックとあと、まあ、CPU の、そのコアの個数ぐらいなのかな。で、上のそのハイパー向けのやつは、まあ、コアは多くて、でかつその強力な GPU を積んでますよねっていう、まあ、つまり周辺が強いですよね。その周辺が強い周辺のチップに大量のデータを突っ込めるっていうのが G4 の現在の、まあ、つまりだから GPU を生かすために G4 のコアの多さがあるのかなみたいな。そんなに一個一個ね、G4 もそんなにね、計算能力の強い CPU じゃないんで、G4 のブランドのポイントって言ったら、大量のメモリー使える、大量のコア使える、高速の大容量が使えるインターフェースを積んでいくようになるんで、中のコア自体は、そう、G4 はそんなにコア自体、そんなに価値がない、価値がないというか、その能力がない。で、A14 で置き換えることは不可能ではないなっていう印象を持っています。結論から言うと、可能だと思っています。その場合は個数、コアの個数がすごい増えるとか、インターフェースの対比ですね、大容量一気に出せるとか、そっちにもできると思うので、アプリケーションの対応も必須になるかなと。結局のところ、その周辺チップに強いのがいて、その周辺チップにガンガンデータを流せることが重要なので、まあ、多分そのアフターバーナー、その Mac Pro のアフターバーナー、まあその FPGA に組んだロジックで、それを高速に CPU を組んでも GPU の高速にやるっていう、実行するっていうロジックを、まあ、ここら辺が多分落としどころなのかなと思って。いや、本当そう思ってます。なぜかって言ったら、Apple の今の A シリーズですね、あれって CPU のコアって、その他大勢の一つなんですね。ちょっと
その他の機能ばっかりどんどん拡張してるんで、 CPU 機能はそんなに 大切じゃないっていうのが今アップの A シリーズのアーキテクチャなので、僕はだから T2 でフェイスブックにも星の件書いたけど、 T2 はセキュリティチップじゃなくてインテル、本当はやりたいことがたくさんあるんだけどインテル何にもしてくれないんでインテルにやってほしかったら野望が集まった僕らの最強チップが T2 です。なのでそういうものを多分持ってきて、でディスクリート GPU についてもアップルはすごい不満を持っていて、多分AMD とかの GPU は余裕で超えるぜぐらいの感じは多分持っている。多分さすがに Mac Pro の場合は互換性、まあ、その他ものもので AMD が積んでくるんじゃないかなとは思うんだけど、そうね、まあで現時点で言うともう明確になってこれは多分こうやっていくんだろうと思っている点が1個あって、ノートブック MacBook Pro の16インチと上位版に多分アフターバーナーチップを乗ります。もうそれで多分話にならない、十分可能性ありますね。で、スケジュール、まあ、2010年 の, 来週ですね、14日という、まあ、日本時間の15日からに iPhone12 が多分出るでしょう。ね、大きいの小さいの中ぐらいのとかっていう3タイプで、で11月にアームロックの発表がある。で12月から多分出荷開始、なんでこれ時差があるかっていうと OS もまだOS が完全にまだ GM 段階になったんで、リース段階になったんで、そこまで多分必要だろうというふうな余裕をしています。いろんな意味でずらした方がいいですよね。販売店の意味でもあるし、マーケの意味もあるし、一遍にたくさん来るとどれかが潰れるけど、この場合どれか潰れたら困るようなものだったりとか、アンマックの立ち上げはアップルでしくじっちゃいけないプロジェクトで、で、今 OS が最初なんかベータ8とかベータ9になって、8でいきなりなんかね、品質がガン下がって、うわ、これ本当に出すんだ、ちょっと待って、冗談だろ。ただ1週間、まあ、すごくアップル内部で慌てたらしくて、ベータ9が急に出てきて、それがこう品質がガッとなって、まあ、これがアップルだよねって、これ、この、いや、今回のね、ビッグサー 11.0 については、今までの、OS、まあ、ごめんなさい、これ個人的な資料ですね、ベータの版の OS の完成度のグラフっていうのがありまして、私が個人的に作ってるものですけども、まあ、結構これは体感的なものです。その各 OS が WWDC で発表されて、7月、8月、9月、10月っていうふうにこうベータを経るに従ってクオリティがどう変わっていったかっていう、その体感的なクオリティですね。で、まず 10.13 ってなんかね、あれ最初はなんかあれ全然 Apple にバグリポートを送っても返ってこないぞ、おかしいぞ。で、7月ぐらいからちょっと上がり始めて、で、過去最高の動きでこう9月ぐらい来たんですよ。なんかこの OS 結構いいんじゃないですか。で、リリースされました。ダーン、今までの僕たちの確認って何だったのっていうぐらい、そのリリース版がひどくって。これ、100に近い方がクオリティが高い。低いですね。WWDC の段階はこれゼロです。はい、で、10.13 ってそういう、なんかほぼ事故ですよね、これね。事故で。で、10.14 は、まあ、大体出た直後は、まあ、50ぐらい、つまり良くもないけど悪くないそういうレベルですね。だけどなんだけども、なんかややなんか不満を抱えてこうリリース抜けて品質が落ちていくっていうカーブを描いてました。ただそんなに悪くなかったです。14、15、15、15問題、そんなに最初から高くなかったのに、7月でなんか8月ぐらいになって調子乗りって始めて、なんかこうちゃんとうまくいってるからこれ機能としていいんじゃないとか言って、そういう話が出たらしくて、8月の後半にいきなりなんかあれこの OS おかしくないかっていう話が出て、なんか開発でチャレンジが集まるとなんか15はダメだなってなんかもう8月の後半になってしまったし、なんかもう8月の段階でもうこれもう失敗だねってのが分かって、で 出た瞬間にもうああもっとひどくなったねって話で、まあ、とにかく 10.10 ひどかったです。 10.13、10.15 はひどかった、なんだけど11は割と最初からね、よかった、あれでやればできる子なのっていうのを言って、8月ぐらいにはちょっと感動するぐらいよかった。それがその9月のベータ8でドーンと下がって、うわこれアップストアに出すんだったら、ね、日常的に僕らは実際減るんで、これアップル
生み出したリクライニングクオリティでね、こうなんかひどいなって言ったんですけど、そのベータ9で初めてこうベータの段階のものが品質が上がったっていうですね、過去類を見ない動きをしまして、でその落ちたっていうのもまあまあ 10.14 ぐらいだったりが、そうなんじゃなくて、なんかこれうっかりミスの連鎖でこうなってるよねとかっていう、なんか僕のブログ、あのサファリでレンダリングされないんだけど、これ何かなとかって、もうテキストがなんか折り返さないように表示されるんだけど、これは何かの間違いかなとか、そういうものがありました。だからそのうっかりミスがベータ9であの結構解消されて、ただ最高レベルになった時点で、なんか新たなバグランプも出てるんで、で、あの、風沼さんによると、あの、アームワーク、あの、デベロッパートランジションキット、A12 を積んだ Mac に、あれでしか出ないバグとかもあるらしい。おそらくはシリコン上とか、カーネアとかそっちに依存するのかな。いやいや、そんなレベル、もっとレベル高い OS の動きで、なんか、あのまだあのテスト仕切れないのかなんか分かんないけど、問題が結構出ている。なので、あの出たてはたぶんあの Mac 落ち着かないですね、これ。かなり落ち着かないです。なんだけど、でも過去の今ここ13、14、15から比べると随分いい。赤いラインがこれ11です。まあ、インテル版がちゃんと動いてない、動かない限りは、インテル版の Mac が動かない、ちゃんと動いて、動かない限りは、ARM 版の動くわけがないので、そう。なので、なので、その10月中にリリースっていうことを噂さされてるけども、ちょっと怖い。多分あの出荷されたアームマックの上でなんかとんでもないバグが出るとかってありそうなんで、だからあの、まあ、さっきの話に戻すと、12月年内にギリギリなんか出荷したっぽいよっていう感じにするのが多分一番大きくて、それをなんか11月中に出荷しますとか言ったらやばいと思ってください、これは。まあ早めに出してからバグ潰そうって考えがあるのかもしれないけど、これ以上信用を失うとアップルやばいよっていう感じなんで、あとはブラックドライゲンがありまして、それがあるので、それとどう理解して、もう絶対間にあのピークが過ぎた後なので間に合わないので、間に合わないと思うかっていう、じゃあもう諦めてからゆっくり出すから、そう諦めてゆっくり出してほしい、とってもやばいやばい、いや急いでなんかあのこれはあの失敗するとあの取り返しがつかない上に誰も得をしない、うん、通常であれば11月に発表といったら、もうその年に何かをというリストを作ってあって、それの後にも間に合わないんだけど、特別に何か出すんだから、ちょっとばかし予算枠を設けようくらいだけれど、買います、それで普通の人が。普通の人がです、ね、なので、ブラックライデン買うような値段のもんじゃないから、そうあの、出していいっていう話と、ただ、あの、ティーブックすごいあの見えっぱいなんで、年内に出しますって言ったら、やっぱり年内に出すんですよ。あそれがいくらボロボロでも、まあ髪型策もある、うん、だからあの2020年年内に出すけど、多分あの注文するとお正月に来るっていう、うん、そういうだと思います、あの個人的な感じですよ、うん、もっとアップルが僕の知らないところでもっとすごいパワーを発揮したらそれ知らないですよ、でも個人的な感じとしてはこんな感じになるんですね、まあ初めはちょろちょろ出してから様子を見つつ来年本気を出すけどね、うん、その方がアプリ開発者的にもいいんじゃないですか、いきなりあのアップルシリコンっていうのがまだだって X コードもユニバーサルバイナリー発揮率ってまだあのリリース版になってませんから、ね、リリース版じゃないとあのアップストアに出せないです、で、ま、今後 そのアップルシリコン出た後 そのステップアップ、まあ、当然その最初の多分 A14 バイオニックの X だか Z だかってやつが出た後にどうするの、 A14 のその、あの感じっていうかその図を見てると、僕はラムの中に積んでいくのかなと思ったんですけど、じゃなくてラムの外に出してますね。A14。まあ、うん、いくつか理由があるので、それは分かるかな。で、グラフィックの中に積んでて、で、だから多分この構成は多分他のその後継チップも多分変わらないはず。で、コア数に関して今いろいろとその噂でレベルで出てますけど、多分8コアを基準にして考えちゃう。で8コアプラスそのなんか弱いコアをなんか2とか4とか足して、もうあのアイドル時には弱いコア、計算力の弱いコアに切り替えてるって感じで、それを動かすんじゃないかなって。今そうなってますよ、あのビッグリトルであの強いコアを2つに、うん、あの弱いコアを4つですね、ゲーム内に入れて、なので
あのただあのいろいろ無茶はできないんで、6コアでその弱いコア2つとかっていう8コアなのか、でも基準8コアであの弱いコアを2つとかですか。通常は強いコアの方があのシングルスレッドのことを考えて数が少ないんですよ。で弱い通常のコアの方が数が多いんですよ。いろんな細かい差別の処理をするっていうのがあって、弱いコアリトルの方が数が多いんですよ。そうですね、あのゲームなんかだとコア数に関係なくて1コアでもいいので、うん、速いやつをでやった方が速くなるので、それだとあ、まあ、そんな感じだと思ってます。まあ、ちょっとそこら辺はそのスマホとその CPU の味付けが変わるのか分からないか分からないですけど、まあ、そのこういう基本的な構成で多分次の A14 プラスみたいな感じだと思って、さっきその次の世代も行くと思うんですけど、ちょっとまあ、コア数が増えるだけなのかなってちょっと分かんないんですけど、で一応その世間的に言われていることとそのあのいろんなそのを勘案したそのスケジュール、2010年の11月に発表された多分 MacBook の12インチと MacBook Pro の13インチって言われてますね。で iMac がここに入ってくるかってことに関しては僕は疑問視しています。 Mac mini もここに出てこないんじゃないかと。で、2021年になってから iMac と MacBook Pro の、 あの下の方の下の方のラインと Mac mini が出ると言われています。ここが出るのは拡張性のないマシンです。で、ここら辺から拡張性のあるマシンというのは Mac mini なんかメモリを足し出してるんです。そこら辺は多分こうなってくるんじゃないかなっていうので、2022年に出てくるやつが、まあ、本ちゃんというかその鳥を本気でこうパワー出してくるんですよ。で、あの iMac とか iMac は30インチとか言ってるんですね。 iMac Pro、Mac Pro、 MacBook Pro のハイエンドです。うん、で、こう2年間かけて僕はその移行するっていうのに書きましたけど、1年で移行するプランもあったんですよね。そう、インテルそれやりました。そう、インテル今日本に学校に行って1年に行ったんで、じゃあやっぱり1年で移行するってどういうことなのって言ったら、Mac Pro とか iMac Pro なんかのラインも今の A14 とあんまり変わらない構成で作るってことなんですよね。そうですね。なのでそんなにパワー上がらないんだよっていう。おそらくは最初の時は様子見なので、すごくは速くなることじゃなくて、同等のものが手に入るというのを示すだけでいいんじゃないかなと思います。まあ、デザインも多分変えてこないと思う。例えばバッテリーが持つよかもしれないけれど、うん、まあ前のとインテルの頃と変わらないよぐらいの。だからそのファンレスで安くてあのすごい速いよとかって言ってる人ことを言ってる人が一部にいるんだけど、そんなのあるわけなくて、当然ファンはついてるし、あの発電圧もあるんだけど、バッテリーがやや長いかなぐらいの多分薄くもならない。 MacBook の12インチがそのなんか一応なんか曲がりないように動くようになったねっていうことで、とりあえずみんなが喜ぶんで、プレミアモデルじゃないから、そんな機能出せるかそのまま出してくれた。そんな、なんか、値段的にも。ダンボちゃんがなんか、どっかの GDN とかなんかでインタビューすることに行って、そんな、いい加減のこと、ふかしてるなぁと思って、適当に言ってるんで、ちょっと、これどうなのって感じだったんですけど。で、まあ、そのね、ロールとハイエンドの人気では、なんか、すげえ速い CPU の、すごい、なんか、コアの多いやつなのか、それとも、チップレットチップレットですよね。で、僕も多分、チップレットだと思ってますよ。だってあの、ぶどまり考えるとどうしても、なるべく iOS というか、iPhone 方面と同じものにしたいだろうし、スケールアップするためにも、多分こっちだと思うね。A14 をたくさん持っているか、もしくは A14 をあの高速連結さえできる、だから沼ですよね、CC 沼です。で、これでも分かるように、スクレッチの構成というか、こっちにした方が GPU の方面なんかにも、メリットを持ってくるんですよね。なんか、インテルのナイスランディングとか、頭がっていうような感じで浮かんでくるけれども、こっちの方がいいんですよね。で、あとメモリ的にも近くのメモリを使えるっていうのを考えると、うん、あ、でもなんだろう、しっかりするのかな。メモリの外でしか、あの中積度の問題で、その CPU に突っ込めるものも。ですね、ラムですね、メモリなんで一緒に売ってないかって、簡単にこう作りが違うと思うんですよ。あの、CPU と同じ台でもするのができないですね。あの二次キャッシュ、あの一次キャッシュは別として二次キャッシュ、三次キャッシュとかあるけれど、それは一緒にできるんですよ。
まあ、イスラムとかのことそのあたり、まあ、そこら辺そのいろいろ言い方からかあの聞いてる、あ、話してる内容からするとなんかそのチップに内蔵するっていうのどっちかとチップのパッケージの中にもうラムを一緒に乗せるんじゃないかってことはなんかで、そうできたり HBM2 とかそっちの方になるんだけど、うん、あれは超高値なんで、それだけが現在の iPhone なんて使って構成の方が値段も安くなるし、値段出しやった発熱でも上回ったので、うん、まあ多分そうだと思います。インテルが来年のあのファーストクォーターに出すロケットレートの次のやつのオーダーレートってやつでさっき言ったコスを取るんじゃないかと言われてるので、よくできるのかなって。とりあえずそのなんかこういうなんかあなんかあの夢のようなことじゃなくてすごく地に足ついた現実的なものを出してくるだなっていう。さらにいいところはこれでスケーラブルにできると程度も色付けがしやすいじゃないですか。そうで、あの こっちの方が多分。あの TSMC に文句あの迷惑をかけない、こっちだとぶどう割りが悪くてなんかとってもなんか迷惑をかけそうなので、だからあの AMD の例でも AMD ですね、今エピックとかであのシネマリッパーとかでやっている構成がなぜ余ってるかっていうのが、まあ、これだけどこっちにね、多分こんな感じのものがあるんだろうな、まあ、一番気になるのは本当にあの GPU 値の乗り物なんですけど、特に GPU どうするの、まあ少なくとも物が立ってちゃんと動いてるってことは確認が取れてて、だけど性能的にどのぐらいかっていうのはまあ分かんないっていうだけなんで、こればっかりは物が出てきてる、まあ、ここに来てなんか随分リーク情報が増えてきてて、MacBook Air の大きさで MacBook Pro の16インチの下の方のモデルと貼れるよっていうぐらいのパフォーマンスが出るとかっていうことを言ってますよね。できてもおかしくないんだけど、そんなにうまくいくのかなっていう。あれも実際の数値というよりかは予想値というか、予想値というか、まあ、理想の値がそのぐらいっていうことですね。あとは実際にはあれなんですよね、 CPU の性能だけではないですか。まあ、それちょっとあの込み込みであの性能が出るわけなんで、ちょっとそこは分かんないですね。例えばあのムービーなんかの映像のアフターバーナーもそうだけど、アイムの方が最近としては重宝されるので、僕の中でそのアフターバーナーチップが Mac の、 あのノートとかに持ってくるのはもう僕の中で規定するんですけど、そこら辺多分 そういう FPGA なんかでソフトウェアでそのどれだけあのスピード稼げるかっていうあたり の開発キットなんかの指定日とか、そっちも多分大事だなと思って。あの知ってます、インテルの事業って FPGA を一緒に台の上に乗せるタイプなのを知ってます。基本的に通報の方があるからですよ、なのでやろうと思えばアップルができる、そのでもインテルはあのチーム解散しちゃって、あ、そうなんだ、そうしたから、まあ、FPGA とかって結構あれですから、ね、実的なものもありますから、ね、まあ、大体今日いと思ったけど、ね、うん、今日持ってきたネタは以上でございます。なんかこの辺についてなんかポイントは質問とかありますか。これ一応いいはい、どうぞ。全く何説かもしれないんですけど、いいす、実質あの CPU って今あの熱暴走を防ぐためにプロセッシュワーズを下げるような動きをしているようなものですけども、この場合はそのアフターバーナーが効いた時に圧熱量すごい超少ないと思います。まずあの今現時点で乗っているチップ、あの CPU の方で乗っている CPU 以外のエレメントはどういうものがあるかというと、機械学習用の、マシンラーニングコントローラーと思ってます。でこれはあのぶっちゃけで言っちゃえば8ビットぐらいのそういう小さいあの値を高速に計算できるそういう回路です。で、あとは CPU バーを持っていて、そう、そのコアがホットスリップあるってあたりが象徴的でいいですよね。先見のコアホットスリップっていうメッシュレーション、マシンラーニングアクセラレーター、そういうか、あとニューラルエンジンって言ってますけど、これもなんかニューラルエンジンっていうのはこれが一番今回強化された部分ですか、ね、はい、ちょっとだからこれが実際に具体的にどういう動きをするのっていうのはちょっと、あ、これあれですよ、Siri に使ったり写真の編集に使ったりとかですよ、つまり画像処理って、画像処理 あの、まあ、昔で言うとあの DSP みたいな、
画像処理、ですね、これで前に聞いたと聞いたのが、うん、画像処理ではなく、シリとか、あの手の AI と、マシンラーニングとかに使われるものだよって最初に聞いたんですよ。あ、そう、で、その他にもあるんですけど、それはアクセラレーター、うん、コントローラーなので、あ、コントローラー、何にっていうのがあったりして、見たときは分からなかったので、考えるのやめたんですけどね。学習用に使うコアと、うん、あの実行用に使う、あのキャラクションの、うん、実行用に使うコアと、実行分けてるのを僕は理解してるんです、うん、あの学習用の方にすごいバランスがあるんですよね、うん、だけど、実行するときは細かいあの要求来るんで、細かいのをこう適当そこそこの能力でさばければいいと。要はさ、あのその CPU の発熱の話ですよね、うん、で、あのここら辺と、あと一番あの熱を出すのは多分そのグラフィックアクセラレーター関係は多分あの随分熱を出しそうですよね、うん、で、FPGA の FPGA って結局中身をそのロジックを書き換えられるシリコンなんですよね。なので壊れることも多分あるんだと思ってるんですよ、個人的には。なので僕は CPU の中に入れる的ではないと思う、別実況するよりも、ただチップとしては乗っているんじゃないかなっていう感じ。なのでその FPGA のアフターバーナーチップを乗ることによって CPU の発熱が上がるかっていう話については、そういうことはないんですよ。で、携帯電話でもそのタブレットでもないんで、放熱機構についてはそいつらよりもはるかに強力じゃないですか。なのでそういったところで打ち消すというか、出てきたね、まあ、ARM CPU だからって熱が出ないなんてことは絶対ないんでそれ当然出てくるんで、実際そのこちらで iPhone とかでゲームやるともう遅く熱くなるんで、持ってらんないんで、なのでそこら辺は当然熱関係は、ただインテルの CPU よりは、まあ、少しマシっていうレベルかなっていう。で、パーマネンテルと普通の人かけたりするじゃない、はい、そういうことで、なんか急になんかタッチとかの調子でこうタイミングがずれて暴走しちゃうとかっていうことですかね。なるほどね。さっき言ったそのビッグアンドリトルっていう構成で、CPU の中に強力なコアと強力じゃないコアを混在させて、で、強力な仕事についてはその強力なメインコアでありますけども、そうじゃない仕事はについてはそのサブコアで割り切ってやるのかな。で、そういうことによって全体的な熱上昇を抑える形で、クロックを抑えるんじゃなくて、その弱いコアにその仕事をやっていくんじゃないかなと。6人家族のお父さんが通勤の時に1人しか6人乗りの車に乗らないってもったいないので、小さいやつを別に準備しましたよとか、そういう目的に合わせて分けるみたいな、そんなイメージ。そうですよ。そのだからインテルの CPU と CPU だけじゃないですか、うん、だけど割と周辺的なそのチップ的な機能もCPU の中に取り込むことで、その生成率を上げつつ、まあ、余計なその電力的な損失とかを避けるというあたりのことは考えてるんじゃないのかなとは思いますね。プロに T2 ですよね。T2 は、まあ、ね、インテルがやってくれないことを突っ込んだ2年チップというか、僕の考えた最強のチップ。最強のチップ。お前、それ、下手すると、その T2 チップって、インテル CPU の強さレンズだっていう、そういう意味なのか、部分的には。まあ、だけど CPU の中、それを CPU の中に一緒にできないと、本来の力が発揮できないから、すごい彼らは嫌がったんでしょうね。チップチップって言いますよ。そうそう。でチップとチップの間は離れてるんで、その分余計な体力使われるしっていうので、本当は本当に一緒にしたいでしょうね。だから本当は内容したいのに、わざわざ PCI チップバスの上に乗ってて、こんな遅いもんでやんなくていけないなんて嫌だなっていうふうに多分。その T2 チップとその FPGA の活用というあたりが本来の ARM Mac の、本当の一番重要なところで、 ARM CPU 自体に大したことがいらないといらないと言わないとなかったのかなと。それで思いました。中村さんの意見に賛成が一番最初に出てくるのは適応性がないやつだというあたりで、そうだ思い出した。この構成だと PCI Express といった汎用的なインターフェースというのに全然向いてないので、なぜならばする必要がないじゃないですか。なのでこういう図に一度も乗ったことがないんですけど、そうですね。ただフラッシュストレージについては、どういうバスにつけるのかなっていうのはちょっとそこは気になります、うん、なのでそういう意味で言うと拡張性があるやつだと、そのあたりを強化もしくは増設しないといけないので拡張性がないやつ
というあたりっていうのもすごいそうだと思うんですよ。まあ、そうそう、それは確かですね、何かの資料だと積んでいるのことを書いてる感じで、ドライブインターフェース、PC、要は PC のスペースがもしかしたら走行するような、今までも積んでいるようなことを書いてあったので、積まないわけにいかないからね。結局、その、この辺でこういう、あの、僕は今日は勉強しました。海外のプラスサイトなんかの情報を、ひねりながら本当かって思いながら、こう、いろいろ聞くと。で、僕、個人的には多分、あの、iPad Pro って多分、MacOS 乗ってくると思うんで、MacPro って言ってるんですかね。多分、そういうモデル出すはずなんで、それが、あの、目玉かな、とかっていうふうに思ってます。圧倒的に新ハードを開発したくても、なんか、まるで、なんか、新ハードを作ったようなことを見せかけられるんで、マックパッドって結構タッチパネルを使えるか使えないかがそれだけの違いなので、あとですね、はい、2020年今年ってナノメーターになるじゃないですか、はい、で来年は5ナノメーターの前行くと言われているというか想定されていると、はい、あのナスナルが作る側のロードマップをそう書いているという形成でし、今までの流れで言うと最初はあの新しいスケーリングになっている場合はおとなしくて、その次の年にガッとくるっていうふうにやってるので、来年のアップルシリコンのかなり先のがいいのが出てくるので、来年の年末っていうか今頃ですね、1年は。だから、まあ、例によって一発目はまあほら、あのインテルね、マックの時も最初コアでやって、わーい、みんなパワー PC の2倍速い、わーいっつって買ったけど、コア2量が本命だったんですね。その多分1年目に多分コア上に相当するようなものが多分出てきてて、で、ああ1年待ってばあんなに性能が上がったのにって話は多分アルジャンビット対応したっていう意味なんですけど、なので2021年って年の前半に出たやつっていうのが今年そのうち出るやつなんですね、そのままなんで、2022年に本命が出てくるっていうのはこれはいい推察というか、そういうのだと思います。意外に1000いってると思いますよ。ありがとうございます。褒めるよ。褒めるよ。いきなり春先に A15 出しちゃうとかっていう、そういう運命がしがない限りは。そう、iMac が、あの、なんだろう、インテルへの切り替えのことをよく覚えてる人は、なんか、一発目に iMac を入れたんですよね、予想の中に。予想屋業界の中で、その iMac をどこに置くか問題があって、iMac を一発目に入れたがりしたけど、僕は。入れてこないと今回はそうですね、生産量とかいろいろ考えて、そんなに機種を出さないと思ってますよ、ね。Mac mini も最初一発目に出すっていうふうに予想する人もいれば、僕は二発目に第二波も入れてるんですけど、Mac mini が薄利多売までカツカツなので、そう簡単にモデルチェンジもしないし、こういう場合に一番最初に真っ先に出すことはしないタイプですね。だから一応ほらその開発向けのキットがマックミン使ったから、マックミンは絶対にないし、ソソスケのモニターつなぐとか、キーボードつなぐっていうのは、これマスクにちょうどいいじゃないですか、ドロスタイプとか、ちょうどいいっていうのでやったんでしょうね。昔だったら、マックプロとかもあったけど、インテルとかも、まあ、我々で、でっかいマザーボードを、インテル版のボンクで見るっていうのができてたので、なので、あの、その、マックミンは、その予想してる業界の中でも、あの2020年に入れてる人もいれば、2021年に入れてる人もいて、結構ブレが大きいマシンなんですけど、僕は2021年でも大きいんですよ。まあ、いつ出てもいい立ち位置ですよね。まあ、そういう感じ。なので、まあ、細かいこと言うと、その、なんですか、その開発用のキットを買った人は、多分あれ、ちょっともかない、多分、あの実際の Mac mini の、その、本ちゃんのマックミニに聞き換えられるんですけど、その時にあの2020年現在だとほとんど性能差がない、だけど2021年だと結構性能差があって、まあ良かったっていう話になるかなとかっていうのを、まあ、どうせマックミニって1回出したら数年間にも変わらずに、ずっと振りっぱなしになるんで、振りっぱなしになるので、いきなり最初のスペックで出すよりかは、ある程度成熟した段階で出すんですけど、まあ誰もが嬉しいと、作る方も嬉しいし、買う方も嬉しいしっていう、なので、いきなり今年の年末に初っ端に出されても、これずっと売るの、これまた4年ぐらい売りっぱなしなのって言って出てくるって言って、スペックで
まあ、Mac mini のアップデート感覚がすげえ伸びちゃったのは、まあ、インテルの側に責任があると思うんですけど、あの今のところ CPU、あの今年のモデルでも全然変わんないじゃんって。あれ、おそらくは Apple の話だと思います。本当に薄利多売モデルになってるので。まあ、いや、とりあえず、まあ、こんな感じじゃないかなっていうふうに僕個人は思っています。うん、色は、OK、色は認めますし、それは、あの、ねでも当たった、もしこれ当たったら、なんか、ちょっとやるじゃん、やるじゃんって。でも来年は待ち遠しいよ。そうね、今年はとりあえず、うん、良くてもいい。あと気になるのが、その価格設定が気になる。まあ、なんかその記事読んだ、うん、記事に行くと、確かに10万はいかないって話は聞いたんだけど。そう、なんか700ドルとかっていう指摘的な値段があって、で、あのそれを実現するためには、中にはほら、SIM スロット、SIM カード入れて、で、電話、あの携帯電話の、あの販売店で売る形にしないとそれが実現できないんだけど、まあ、やってもおかしくないな。でもアップマックとインテルマックってそんなに違うの？やっぱりライセンス量が高いから。まああの個人的な感じで言うと、最近インテル CPU が上がっている、うん、それに比べて ARM の CPU は大量生産して自社で生産しているからそんなに高くないという違いがある。じゃあ今までよりも、じゃあ手軽に手軽に買えるってこと？いや、なんとも言えない。なんとも言えないけど、多分そうなったらいいやってみんな思ってる。で、ね、そうじゃないと多分あの移行する意味がないと思う。値段的には意外に変わらないんじゃないかと思う。リブサーブね、あのアップデートの対象外になっちゃったから、今月かと思ってるから。だから、もうそろそろ変えたようかなと思って。変えたようかなと思ってる。まあだからあのあなたは多分あの新しいもの好きでそのポン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 乗り換えるって形じゃないと思うんでないと思うんで。でももう8年も使ってるから。あ本当。俺もね10年使ってるさ。8年も同じ同じぐらいで。ここであの買って見せびらかすのか、それともここで買って長く使うのかっていう、うん、その2つの選択肢かな。マックミニがいいと思うよ。マックミニの、うん、マックミニがいいと思う。そのディスプレイ、なあのごめんなさい、今、あの、先生みんな出てないからなんとも言えないけども、マックブックプロの13インチって、これあの、外部ディスプレイがすっげえ少ない数しか足らない。本体含めると1面ぐらい。あの、バスのスピードがさっき低いんで、あの、周辺チップ、周辺に画面に伝わると遅くなるのか、いつも認識しない。で、マックブックに至っては、もう、外部付きじゃないですね。美味しいのって世界ですし。もうメモリーの交換もできないんでしょ。増設もできないんでしょ。いや別に物が出てないから何とも言えないけど。それは分かんない。うん。多分こいつはできない。こいつも多分できないと思っている。でこいつらは、ま、iMac 上の方のやつはできるんだけど、今現状下のやつはできない。MacBook Pro はできないよね。多分できないね。うん。上面中できない。で今は全部できないから。マックミニはそのメモリ交換を負荷にして安くしてくるから、それともメモリ交換をオッケーにして値段を変えないと。確か過去のマックミニってもう、半田付けされて、もう交換できないようにしちゃってる。いや、2018年と2019年、2019年と2020年のモデル、あ、18年と19年はオッケー。あれだけメモリ交換に、ただ SSD は交換に。あれ、それしか。まあ、外付けすればいいだけの話だもん。そう。なので、そこら辺は、あの、多分潰せないからマックミニだと思ってるんだけど、ちょっと、これ、来年に入らないかわかんない。うん。あと、グラフィックの方もちょっと。グラフィックは、だから、あの、iPad の性能を見る限りは、そんな悪くないっていうか、MacBook Pro 16インチは下の方と貼れるレベル。インテルの内蔵 CPU と、内蔵 GPU とは、一回もならないけど、言われてる。VR のヘッドセットをうまく取り出すと、キリがないし、ビデオの編集とかもあったり、GPU の性能もまた違うところってなってくるので、例えばだって T2 でやってるんだなと思うのが、あの、アプリとかで GPU 使ってないところも多いので、そう。それで、さらに、Apple Silicon 使うと、いろんなプラスアルファのコアが出てくるので、GPU のコアって、結構そういうことで、そう本来 GPU 向きじゃない仕事を GPU にやられてるんで、本来の他のそれに向いたあの回路を載せればいいんじゃねっていうのは、どうも ARM CPU の ARM マップの考え方なんで。じゃあ、
クール CPU はもう、グラフィックもしかしたら、ハイパーの動物だから、うまく期待はできない。期待はしていい。期待はしていい。期待はしていい。ただ、あのそのグラフィックをどういうグラフィックとしているかの期待しているかによる、その、ムービー編集なのか、ゲームなのか、しかも、モニター何個もつなげてるのか、うん、そういうふうにこう、ちょっと方法が、グラフィックっていう一言で言っても、いろいろと、あの、多岐にわたるんで、なので僕はあのたくさんディスプレイがつながる方が嬉しい。3台つながってますよ。で、だからあの、うん、で、だけどゲームを高速にやりたいっていう人もいる。そういう人もいる。EGPU もあるんだから、それを使って。いや、EGPU の流れは多分今後ね、急速にね、こう、シェリングしてくれる、シェリングとかその、そんなこともありましたねって言われますね。使おうかなって考えてもやったんだよ。それ使うのを考えて考えてもやったんだよ。いや、あのそれがあるから大丈夫だって考えるよりは、まあ、多分そのこいつだったら、こいつね、MacBook Pro 13インチ。MacBook Pro 13インチ。内蔵 GPU しか積んでないですね。こいつの構成で、こいつ16インチのぐらいのパワーは多分出るはずなの。で、GPU を積めばこいつも速いじゃんって話なんだけど、まあ、やっぱりロス、あのスコさんが何回もチェックしたように 25% ぐらいロスは本来の GPU を出るんだから、で、足すっていう考え方よりは、多分値段が個人的に安くなると思うから、新しいやつに買い替えた方が多分 eGPU 足すより安いより安くなるなっていう。GPU の市場もなんか一気になんか盛り上がりを見せかけたけど、結局はっていうのもなったんで、ね、だってサンダーボルト3だって中の PCI エクスプレス遅いし、待機狭いし、またあの X4 と X5、4番にしゃべるし、しかもあれって EGPU って内蔵のものがありますから、一旦戻ってもやたりで半分にしてるのもいろいろとっていう、あるから、そう、初めてリーの方は絶対戻るっていう。もし EGPU の使用を考えてるんだったら iMac にしましょうって話ですね。まあ結論が出ちゃって、iMac の方がいいんだけど、ただ、なんか映像編集って、なんか、マッチミーに EGPU つないだらすげえ速かったとかっていう話もあるし、あれはもう完全に、あの、画面表示やすいから、どんどんやらないと、今しかないって気持ちよりも、あれも出ていくんですよ、特化して。そういった意味ではそのソフトウェアが来ないとくれば、たぶん、アームの CPU のところを生かした方が、たぶん、GPU の、でも、効率が上がるはずなんで、初めてアフターバーナーソフトウェアを何か専用のものをやった方が、スティックスですね、アフターバーナーチップはもう、僕の中で確定。外部の MacBook の評価って、ビデオ編集してるやつにとっては、GPU は別に最低でもいいから、アフターバーナーを見せないといいので、それに対応してるのが一番問題なのが、マイナーカットだけっていうので、プレミア使えないから、いい GPU 積まないとダメで、なんかするっていうのが、どんどん感じで、まあ、GPU 信者は、eGPU 信者はプレミアになって、で、マクロで、マクロで、アフターバーナー積むか、GPU 積むか、積まさっていう。いい点はグレートに GPU を作るので、アフターバーナーつなぐのがいいのは集中の量なんだけど、プレミアが GPU を連携するようなように、まあプレミアしてるプレミアって別に CPU コア足してもそんなに使われないし、 GPU もそんなに使いこなせないし、でしかも NVIDIA じゃないとか言い出そうとしても結構低いじゃない。まあ、そこら辺はとてもなんか政治的な問題というか、そのなんかつまんないなんかアップルなんかのスーパーのクパティーノってすごいなんかね。でも内部的にはあくまでも想像だけれど、まあ、こいつら要するにクーダとかあっちの方に依存するポイント書いてるんだろうっていう、それしか言わない。まあ、あの時の技術体系がそうなってるから、多分その一体的に変更するってことなのか、不可能なんでしょう。そうだから、うちも何年も経って、クーダから脱却するように言い訳してて、まあ、言い訳としては話は聞いておりますけど、多分成果が出ないので、多分そんなにね、やりたいのかなっていう、そんな感じで、一応そんなアンマックが一応なんか現時点で発熱についてはもう、発熱についてはアンマックになったから発熱が
極端に下がることもないけど、極端に上がることも多分ないと思うんですよ。現状のネット設計だったら、多分その中で、機能が目的になると思うんで。ファンレスになることは絶対ない。死んでもありえない。インテルからアップルシリコンになる最大の違い、かつほぼ唯一の違いは、アップルがコントロールできるようになると思う。この一言ですよね。でそのなんかいろんなオープンなその企画のいろんなバスの制約とかっていうのをこうしまいなく済むとかっていう、俺様仕様でいい。特に拡張性を2人でメモリタスとかの拡張性を考えなくていいのが特にそうですね。まあ、メモもし CPU だからメモリ 32GB デフォルト入ってますかって言ったら別に俺は別に何も言いません。めちゃくちゃ早くないですよ。 32GB 入ってるんですよ。僕もいや実際にそういう前々からずっとCPU とかそのあたり SOC の開発者なんて言われてるのは、これにメインメモリ直結というか本体で持っていけたらすげえ早くなるよね。でも拡張性のことを考えるとさ値段高くなるし、拡張性のことを考えるとあれやこれやっていうのでこう2段階のメインメモリスピードのプレイのでどう制御するかとかいろいろあってあんまりないんですけど、実際にありますか？一般的なものとか多分だからアップルとしては最終的にはコンピューターって名前を作りたいんですよ。全部入ってる、全部いいのフラッシュメモリーとか全部入ってる、そういうチップが作りたくて、そういうところのボール規制に向けて最終的に走り出したのがしかもこのアップル進歩ですね。多分野望、に向けて、ただ言うほど簡単じゃないんだけど、なんかよくわからないケースでいいと思うんですけど、インフォをこうやるとこうやるじゃないですか。どうしていいかわかんないけど、渡辺さんのもあったので、その銀行員のところで、まあ、それは、その個別に解決するか、以上で大体、Mac に向けての、僕らの、その、割と、いろんな、こんだけ、河野さんがこんだけ、言ってるっていう珍しいんですよ。つまり、河野さんの持っている、長年、蓄えてきた、知見の、上積みだけちょっとだけ今回ってますけども、それ結構重みがあるはずなんですよ。河野さんが言ってるっていうのはお仕事の話は一切してないので、しないこの河野さんがちょっとだけ今本気で話してますって瞬間なんですよ。10年中見えないけど、あとの今さん、もしできればなんですけど、最後に歌を歌え。どうなんですか？アイフォンジュメルで iPhone ジュメルの件で分かっていることがあれば教えてほしいんだけど、それでも分かるわけないじゃん。分かるわけないじゃん。多分 A 授業も載ってると分かってて、多分大きいの小さいの小さいの中外のっていうのが3タイプだと分かってて、でカメラの個数がさ、カメラの個数が増えるテーマだと、でまた熱くなるで、フェイス、なんか顔認識の、機能についてはこういう時代だから、もうしてこなきゃいけないかな、どうなんだろうか、指紋認証が復活するんじゃないかと僕は思ってるけど、うん、マスクとも一応こうです。知らないの、iPhone 12で。これ、使えます？もうそうですね。まあ、そんな感じ。iPhone についてはこれ僕そんなに興味ないんで、世間一般で言われること言ってことくらい。じゃあ、アップルシリコンなんですか？だからずっとA シリーズ使ってるのはアップルシリコン。ただ A なんとかっていうのをただアップルシリコンって言い換えただけ。アームの名前使わないあたりに何かを感じるってあたりはいろいろあるけれど、今後アームもどうなるかわかんないですよね。NVIDIA 方面で。まあ今一番注目すべきはマイクロソフトが本気になってアームチップ作り出してきたんで。いやいや、あれスナップ、スナップドラゴンの、SQ1 とか SQ2 って言ってるけど、SQ2 って単にグドマル、あれですよ。グドマルの関連でクロック数をちょっと高くできるようになったから、それ上げただけなんじゃないかって、何も変わってないんじゃないかっていう。そんな変わってない。全く言えない。公表されてないから何とも見えないけど。残念だな、マイクロソフトも何かやってくれると思ったんだ。いやー、やってくれないと困るけれど、どうなんでしょうねっていう。もうこの後、サービスも終わっちゃうかも。いや、サービスはサービス、サービスと X ですね。